はい、どうもジールです。私が先日投稿した水木ちゃんだけ揺れないという動画、たくさんの反響本当にありがとうございます。あの動画でね、チャンネル登録者もとても増えました。まだね、チャンネル登録してないよという方いましたら、よかったらチャンネル登録、あと高評価の方もぜひよろしくお願いします。では本日なんですが、前回の動画にて揺れる機能について少し話しました。それについてですね、詳しく説明してほしいというコメント、また揺れる機能について、様々な情報をねコメント欄にて、いただいたので、そちらについて解説させていただこうと思います。まず揺れる機能とは何ぞやというところなんですが、このホーム画面からメンバーライブ衣装を開きます。ここでキャラクターの 3D モデルを開いた状態で衣装の変更をすると揺れる機能が確認できます。はい、見ていただいたら分かるのですが、揺れております。でこれで前回は衣装を変えると揺れるというふうに言ったんですが、他にも揺れる条件がいくつかあったので、そちらについて、詳しく話させていただきます。まず一つ目がこちらですね。試着モードオン、もしくはもともと持っていたら試着モードオンにしなくても大丈夫です。通常のオリジナルとアナザーの衣装を変えることによって揺れる機能を確認することができます。続いてアクセサリー、これが一番簡単でかつ見やすいなと思った方法なんですが、衣装は変えずにアクセサリーを変えることで頭のアクセサリーだけ変わりつつ、服は変わらないので揺れる機能がより見やすくなります。そしてもう一つ、ヘアスタイルに関しても同じくアクセサリーと同じように揺れる機能が実装されていることを確認しました。その他ですね、画面のキャラクターを掴んで揺らすと揺れるといったような情報もあったのですが、こちら、確認したところ、そのような、機能はないことが判明しました。揺らしても特に、衣装を変えた時のような揺れは発生いたしません。またね、少し揺れているように見えるのですが、これに関してはキャラクターの呼吸と思われる動作に合わせて揺れているだけなので、これは私の言っている揺れる機能とは別のものとなります。そしてどの衣装が一番見やすいかっていうところで様々なご意見があったんですが、私が検証したところ、ここは私の主観が大きなところになるんですけども、このエンジョイフラッグ、この衣装が最も見やすいと思いました。なぜかというと、このサスペンダー部分ですね、この衣装にはサスペンダーがあって、このサスペンダーを見ることにより、より詳細に揺れる機能を確認することができます。はい、ということでまとめると、ライブ衣装のところから 3D モデルを見て確認することのできる揺れる機能というのがプロセカには実装されております。ライブ衣装の変更等で確認することができるのですが、アクセサリーの変更、ヘアスタイルの変更、このあたりを使うと非常に見やすいです。アナザー衣装の変更でも見ることができるのですが、衣装自体の多少の変化があるため、こちらよりかはアクセサリー等を使った方が見やすいです。そして一番確認しやすい衣装は、私が検証した結果、エンジョイフラッグ、この衣装が一番見やすいと思いました。では今日は最後に大きいキャラクターたちを並べて、終わりにしようと思います。ちなみに大きいキャラクターはルカさん、メイコさん、ホナミママ、マフユちゃんの4人です。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わっていこうと思います。皆さんのコメントお待ちしています。よければ高評価、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。